このお茶水で堂々陸東宇宙会を開いております。超国家主義民族の指導名であります。我々のこの運動、何回も申し上げてるけども、もちろん天下国家、こういったものに対して非常に不平を持ってる。何か変えていかなきゃならない。でながら一番訴えたいのは、あなた方一人一人が本当に自分自身の人生というものを戦っているのか、自分で考え、自分で見て行動する、そういう人生というものを歩んでいるのかどうか、今一番問われているのではないでありましょうか。今我々の同志ルールが申し上げた、我が国内外を巡る問題って非常に大きな問題が山積している。いわゆるシナの尖閣への進出、ロシアにおける北方領土占領、朝鮮韓国による竹島の占領、日米安保条約による我々の無駄遣い、および我が国におけるアメリカの軍政下における植民地化、あるいは TPP 問題における保険、農産物における我が国農業医療の瓦解、コロナ問題においてこれからの将来における医療崩壊等々等々。ところが一番大きな問題というのは何なのか、我が国内外を巡る問題について、他のやつが日本に攻めてくる、何か問題が起きてくる、それに対してただ慌てるだけ。いいですか、あなた方の人生どうなんですか。今日何も考えずにプラプラ外に出る、何か問題を受ける、あるいはガンつけられた、あるいは因縁つけられた、電車の中で痴漢に遭う、そこで初めて誤差をする、どうしているか分からない、急に大きな問題目の前に来て頭パニックになってしまった、何もできない、困ってるおばあちゃんがここで転んだって、とっさのこと何を言っても何しているかわからない、覚悟を持っているのかどうかということの問題でしょ皆さん、うんはい、本当に自分の人生大事に考えているのかどうかということ、自分の人生というものに対して当然ながら明日のことわかるわけない、もちろん明後日のこと生きていることもわからない、しかしながらために一瞬一瞬自分自身が今あらんかけの環境の中において最善の努力をする、精一杯生きる、精一杯戦って勝つために闘争するんです。いいかい、そういう闘争本能というものを今我が日本人が持っているのかどうか、これが一番問われているのであります。いいかい、北戦に拉致されてるんだ日本人はよ、それに対してほとんどの人間はこんなことありましたか知りませんでしょ、他人事じゃねえかよ。そうだろ、外国は見てるよ日本に対して、日本なんたらまさにこんなの扱いやすい、組みしやすい、日本人を拉致しようが日本人を殺そうが平気の兵だ、日本人は何も起こらない、自分たちに対して殴りかかってくはしやしない、どう思われてるでしょう皆さん。何か問題を受ける、問題なくても頭下げる、金を出す、そんな直罪なのは民族ですよ、日本ですよ。いいかい、なめられてんだよ今日本は。これが平和か、世界からなめられてる、憲法に書いてある世界の公正と真理に信頼して我が国平和維持するとんでもないだろうがよ。頭下げる、問題を受けるな、泣いてわめいて頭下げて金を出す、これが平和か、あんた方もそうなのか、みんな自分が悪くもないにもかかわらずただただ謝ります、ごめんなさい、相手が強そうだから、あいつが暴力を持ってっからただただ土下座する、いいかい、それで果たしてあなた方自分自身の家族を、兄弟を、親を守ることができるんですか皆さん。命がけて自分たちの国を守る、もっと
えば命懸けであなた方でも身をあなたが身内を守ることができるのかどうかなんだよ。いいかい、日本の国がどうのこうのそれはさておきだ。今置かれたあなた方の立場、我々の立場がどうなんだよ。何か問題が起きればそれと警察か、警察がやってくれるのかよ。こんなことよ、事件が起きなきゃ動いてくんねえんだよ。こんなのは民事不介入なんでしょ。いいかい、殴られてから問答を受けろ。もっと小さなこと言おうか、会社員で上司に対して目つけられた、あるいは会社員でみんなが自分のこと悪く言ってる、あーっともうどうしようどうしよう。弱い人間はいじめられるんだよ。いいかい、はっきり言ってみよう、いじめは問題、しかしいじめるもん、いじめやつは動きは問題、煽るやつは大きな問題あるよ。でもよ、いじめられる方も煽られる方も問題があるんだよ。いいかい、舐められてっからそんなことなんだろうよ。いいかい、舐められない人間にならなきゃいけないと言ってるんだよ。ために自分自身力強く生きなきゃならないし、じゃあ舐められない人間どうするんだ。鍛えるのか、強い人間とタッグを組むのか。いいかい、強い人間になるってことはよ、自分自身のことをよく知るってことなんだよ。俺はどういう人間なのか、どういうものが好きでどういうものが嫌いなのか、俺の理想はどうなんだ、俺の明日はどうありたいのか、そういうことを自分自身で自覚し、自分の目で見て自分の口ではしゃべって自分の足で立つ人間、こういう人間こそが真の強い人間であることは間違いないのであります。人のことをとやかく言う以前に自分自身のこともろくに分かってない、自分のこと分かってないがゆえに卑下する、自分の評判すらも自分で判断できない、常に周りの人間に聞く、上の人が自分のこと悪く言えば悪いと評判は評判する、他人にいちいち自分のことについて、自分の生き様について、自分の方向性について他人に相談する、おかしいだろ。こんなのよ、俺が何をしたいのか、どういうことを過ぎたいのか、特に若い人間そうだろうがよ、自分の将来不安じゃねえんだよ。こんなのはよ、今のくせだけど大人が勝手に作った社会なんだからよ、不安になってるだって何もならねえだろうがよ、だったら今の世の中大人のクソ世の中を変えてやんなきゃならない、ぶっ殺すんだよ、おとい、ぶっ壊すんだよ。いいかい、今の価値観をぶっ壊す、そして自分自身の正しい思った正義と称するものの価値観を植え付けさせる、その戦いでしょ皆さん。いいかい、個々人における目上の人間もいる、上司もいる、先生もいる、そういうものに対して真正面からぶつかることができるかどうかなんだよ。そんなこと言ったって僕はそんなことできません。できねえ弱い人間だったら永久に舐められろ。いいかい、自分自身舐められてそれだったらそれで構わねえ、でもよ、人間の使命ってのは自分自身じゃなくて他人のことをもんかかるわけでしょ。一人で生きていけるんだよ、だったら自分自身が自分よりも弱い人間手を差し伸べて一緒になって救ってやんなきゃならない、その支えになってやんなきゃならない、俺が社会正義でしょうがよ。社会正義誰が言うんだよ、強い人間しか言わねえんだよそんなことはよ。弱い人間がギャー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 騒いだって正義正義だってって、そんなの正義でも何でもねえ、自由もそうだ平等もそうだよ、弱い人間がでけえ声言ったってダメ、自分自身は強くなって、強い人間こそその人間の中における平等があって、強い人間による民主主義があるということを我々ははっきりとこの歴史的価値観だから認識しなければならないのであります。いいか、弱い人間つまり自分自身を見失いさまよう人間に誰がついてくるんだよ、誰がそういう自分自身のことも分かってない自分自身のことに対して卑下している人間に誰が一歩
を加えるんだよ。誰が助けてくれるんだよ、そんな人間に。飯も食う、自分がこうしたい、ああしたい、そういうことを自分自身も分からない。常に他人にすがろうとしてる。いいことについてはすがるけども、悪いことについてはそいつは他人を捨てる。いいか、他力本願の癖しや。悪いことがあれば全て他人のせいにする。僕は何もしなかったから、僕は動かなかったから、僕は何も責任ないんだ。こんなこと許されていいのか。責任のない人生なんてあらしないでしょうがよ。自分自身の人生に自分が責任取らせたら誰が取るんですか。いいかい、我々のそういうことに対して、今戦後この日本において自分自身の強さ、それを持たせる人間がリーダーになってない。自分のことに対して徹底的に知って知って知り抜く。そして我が国の日本というものに対して、歴史伝統文化もそう、好きで好きで好きなんだ、理由もなくに狂心的に愛国する、こういったものが本当に自分自身すり込まなければならないんです。我々はその中において強い人間、強い自覚、強い愛情、それを持つことにとって、果たして優しい気持ちに生まれること間違いないんです。優しい気持ちというのは強いものとの裏返しなんです。強い人間こそが愛情というもの、真の愛情というものを周りに照らすことができるんです。弱い人間同士がくっついてみたって、いいかい、シマウマが100頭いようがライオンにはならねえんだよ。いいかい、食われる運命にあるシマウマになるのか、そして自分が食われて、仲間のシマウマを食われて、それをいいことに自分は逃げまくる、そんな人生でいいのか。いいかい、今この日本において、いわゆる漂流するこの日本において一番組みしやすいんです。アメリカに依存しまくり、アメリカのトランプが、アメリカのハイエンが、こんなことが安倍よりも重要になってきているこの現状。いや、他人に座って、そして自分自身何もしなくてただ追っかけるだけ、これが果たして自分自身の身を守るための最善策なんですか。皆さん、いいかい、自分の身を守る、究極的に人間なんて一人なんです。自分さえ守ることができない、自分を守ることができない人間がどうやって他人を守ることができるんですか。自分自身が自由というものに対して謳歌してないにもかかわらず、どうやって自由というものに対して公言することができるんですか。皆さん、本当の自由、自分の考えた自由、自由を考えれば自分の自由のみならず他人の自由も尊重するんです。平等平等言ったって平等なわけねえだろ、あんなのよ。そうだろ、腐れ毛のやつもいれば有能なやつもいるんだ、男も女もいる。そんな中でこの自分自身の与えられた環境の中において自分自身が何ができるのか。俺は果たして自分自身で精一杯やって、そして違うポジションにいる人間に対してもその長所を生かしてお互いに切磋琢磨する、我々はそういうようなことが果たして社会の本来の姿ではないんでありましょうか。皆さん、我々は個人じゃ生きていけねえんだよ。自分一人いいこと、自分がいいこと独り占めしたって生きていけねえんだよ。しっぽけな話じゃねえか、そんなことは。我々はこの衛星平和の中において本来のこの日本というものを取り戻さなくてはいけないのであります。そのため本来の日本がこんな日本一国ではなくなし、本来我々の同胞であるアジア、アフリカ、この有色人種の英雄として
近代500年に及ぶ白人帝国主義による有色人圧力、これを打破するための真の偉大な戦い、これが先の大東亜戦線でありました。これを卑下し、あの最初は間違ったとか、広島長崎原爆は日本のせいだとかいうわけのわかんないこと言ってる、戦争を起こしたのは全て日本だと言わんばかりという自虐的主観、それで本当に満足なのか日本は。それならマスコミどもは自分たちのことを悪く言うことによって、自分たちの親を祖先を悪くということによって、自分自身が本当に北総を得てるんですか、満足してるんですかと言ってんだよ。いいかい、こういうようなバカバカしいことに対してもう一度正面からおかしいと言わなきゃならない。特に戦後日本は悪かった、頭先の土下座する札束外交を揃ったのが当たり前、それが平和なんだ、いわゆる特に戦勝国あるいはアジアに対して盾つけない、こういう馬鹿げたことに対してみんな当たり前と考えている。外国人でやることは全部 OK、 いいかい、おかしいだろそんなのよ、不良外国人だと日本から叩き出さなきゃならねえんだそんなのはよ、当たり前じゃねえそんなのはよ。しかしながら我々は本当は日本が世界のリーダーにならなきゃいけないんです。そのためには虐げられたアジアの民、少数民族の民、その日本が救い出さなきゃならない、そういう歴史的使命というものを日本は持っているんです昔から。そのため日本はいわゆる質問貢献、そして力をため力をつけ、そして頑張ってきた。それは何か、日本はこういう日本なんだ、徹底的な愛国精神、そして徹底的な教育、日本はこういうものなんだ、こういう歴史を学んでこういう偉人がいたんだ、そして誇りを持つ、自覚を持つ、これこそ素晴らしい、いわゆる教育に他ならないのであります。だが今我々はその意味において今一度自分自身を見つめ直し、本当に満足してんですか、本当にあなたは今で満足してるんですか、今の現状自分自身でどうにもならないから、とにかく目の前の一瞬一瞬をただ大事にしてくださいんですか、あなた方の10年後を考えたことはあるのか。車両がいたんだな、いいかい、ああいう風に常にかわいそうにああいう救急車に乗らなきゃならないという人もたくさんいるんです。熱中症でさえももうすでに105人死んでる、ほとんどがじいさんばあさんですよ。クーラーがない、クーラー止めてしまった、誰が捨てるんだよ。今そういった人に対して孤独で死んでるんじゃねえか、それが本当に強い人間のやることなんですか。本来であれば常に強い人間こそ自分自身のことをもんぱくると同時に弱き周囲の人間に目を配って、大丈夫ですか、お大事にしてください、こういうことは素直に言えるような本来の日本の共同体精神に立ち戻ろうじゃありませんか皆さん。本来日本はそういう近隣の住民とまさに鍵をかけなくてもお互い行き交いできる、お裾分けする、料理身元ができたから次お裾分けする、そういう仲間うち、これが本来の日本の姿でしょ皆さん。いいかい、俺がじゃねえんだよ、何が個人主義だよ、個人があんのか、あんたら信じに、本当に個人が間違った個人主義、間違った自由主義、あなた方本当に個人としての尊厳持ってますか、本当に自由として謳歌できてますか。逆に問いたい、与えられた自由、与えられた民主主義、与えられた平和の中においてこんなもんだ、どこに平和があるんだよ、
弾が飛んでおけなければ平和なのか、戦争しなければ平和なのか。そうだったら日本は今戦争をできない国になってるんですよ。言葉悪いけども日本は戦うこともできない、固まの国になってるんだよ。馬鹿にされても唾吐きかけられても何もできない、反撃もできない、さっきも言ったけども拉致されても取り戻すこともできない。おどろ、戦争すらできない、喧嘩すらできない、固まらんだよ、こんなのよ。これが平和か。いいかい、くたばりのこないが平和なのかよ。こういうこと言うとみんなピーだけどな。しかし心の場だから正直言ってやるよ。いいかい、今の日本ってのはそうだろうがよ。健全な精神でもって、健全な肉体でもってよ、堂々たる一個のいわゆる行動を取れるような個体として進んでる日本じゃねえだろうがよ。爪はない、牙はない、どこ探しだ、あちこちいて自分自身で飯も作れねえ、みんな輸入、こと悪いけども植物人間じゃねえかよ。いいかい、横たわってる人間が平和平和って叫んでおかしいだろ、なんなのよ。いいかい、今一度こういうことから我々起き上がって真の強い人間になる、強い国家になるためには、俺はこういう生き方をするっていう強い精神、意志というものが絶対不可欠になると思います。大きなのはこの永田町の連中は国民に対して国民を鼓舞する大きなロマンというものを、そして大きな使命というものを国民に与えなければならないのであります。いいか、日本民族ってのはこんなもんじゃねえんだ。いわゆるアジアの中の名士、世界における名士、堂々たる日本としてもう一度復活させなければならないのであります。あれはそのためにもまず個々人の人生を戦い抜き、そして勝利し、その暁には社会を変え、世の中を変え、世界を変えなければならないのであります。偉大な日本はいわゆる発行中の精神で持ち、世界における世界的使命の上で500年代における白人的不死を打倒しなければならないのであります。いいかい、今のアメリカナイズされた自由主義、アメリカナイズされた民主主義を粉砕し、衛生平和、戦争すらできない片側の国を打倒し、真の偉大な軍事も政治も経済も偉大な国家にならなければならないのであります。我々はもう一度大東亜戦線を貫徹し、広島長崎原爆の投下を復讐戦を断行し、偉大なる戦争に向かって白人抵抗主義を打倒する戦いに大きく一歩を踏み出さなければならないのであります。そのためには戦争すらできない腰抜けの長里の連中を駆逐しなければならないのであります。負け犬の人間、負け犬根性のやつは永田町から叩き出さなくてはならないのであります。俺が喋ると結構救急車が来る。それを右に寄せていただけていいですか。はい、通るよ。あ、救急車が通るから渡るな、渡るって言ってもね、やろ、ボケ、救急車目に入ってるもんね、やろ。いいか、人の服を見て笑うバカいるか、やろ。しっかりとそういった運転して最優先させるのは当たり前じゃねえかよ。いつか自分自身そうなることになるんだぞ。我々はそういう未来で他人の振り見て我が身を直す、常に自分と他人を一致させる、他人の幸せ、そして他人の不幸せを常に一心に受け持って、そして同じ空気を吸った仲間であるということで共に隊を組んでいくでしょう。一人じゃ生きていけねえんだよ。あったら強い人間として自分たちの力で周りをコーディネートしてやるじゃねえかよ。仕切るんだよ。弱い人間も全部仕切って俺についてこい、素晴らしい世の中してやるじゃねえか。そういうようなこと、自分が
手を挙げられたら誰がするんだよ。他人に嘘をし、他人に足にすがりつき、自分は弱いからでもできない、おめえの野郎は引っ込んでろ。これから偉大な人間は、偉大な力こぶしと強い精神力を持った人間こそは、これから大きな波乱万丈の維新に向かって船出しなければならないのであります。今日本は乗るか取るかの大きな岐路に立っているわけであります。ためには腰抜け不全の中田町のボンカロどもを全部駆逐し、まさにほふらなくてはならないのであります。常に維新というのは投票箱ではなくて、大党から力でもって政権を奪し、力をもって権力を奪しなければならないのであります。いいか、それが我が国2670年80年三大変革、大化の化身、天武の中興、明治維新、まさに投票幕政治は一つもない。悪い君側の官は殺すんですよ。いいか、悪い奴はぶった切ってきたんだよ。こういうことで日本は偉大な国になってきた。今我々はその意味において、この三大維新に続く第四の維新を断行しなければならない、天命にあるということをもう一度自覚しなくてはならないとなります。いいか、テロ・クーデターが悪いと誰が決めた。悪い奴はそういうものを権力握ってる奴をやる、そいつらが悪いんだろ。これは投票箱で奴らがすんなり触るならいたしな、できねえ奴は首根っこ使いで引きずろうとさなきゃならないじゃありませんか。皆さん、我々そういうもの大きな動きがこれから間もなく登場することを高らかに宣言しておく。偉大の多くの波乱万丈の時代がこれからするために、諸君なりその覚悟があるのかということをもう一度この絵師平和の中において問わなくてはならない。常に皆さん自問自答せよ。ご清聴ありがとうございました。森垣委員長、ありがとうございました。このお茶の水駅頭にこだまする森垣委員長の私服、自分の人生に悩み、そして考えている日本の若者、魂に火をつける激烈回線でありました。我々はこのお茶の水駅頭回線第2第4日曜日午前11時より挙行しております。また来月もこのお茶の水駅頭にて我々の魂の言葉を皆様方に伝えたいと思っております。本日はこれにてお茶の水駅頭回線を終了いたします。大整列、お茶の水駅頭を誓う皆様に対して敬礼。守れ。ありがとうございました。撤収いたします。分かれて帰ったな。大御所の箱に。